平壌市電では、日本統治時代の朝鮮の平壌府で運行されていた、路面電車、及び、朝鮮民主主義人民共和国の首都、平壌直轄市において運行されている、路面電車について記す。平壌市電もともと、日本統治時代の朝鮮には、富山、慶城、平壌の3都市に、路面電車が存在した。しかし富山は1968年5月、 ソウルは同年11月に戦後のモータリゼーションの発達で全廃され、朝鮮半島北部唯一の路面電車であった平壌も1951から53年の朝鮮戦争で破壊され、そのまま廃線となった。このため1969年以降は長らく朝鮮半島に路面電車は存在しなかった。その後の平壌では、 一般市民が自動車を持つことが思いもよらない国であり、石油も中国、ソ連からの輸入がほとんどで、その多くが軍事用に回されていたため、公共交通機関としては電気を使う無機乗電車と地下鉄が一般的となっていた。しかし、混雑が激しいため、無機乗電車より多くの客を輸送できる交通機関として、機動電車の名で路面電車が付設されることになった。 1991年に初の路線が開業し、現在3系統の路線が運行されている。運賃は2006年現在5オとなっており、無機動電車と共通運賃制が採用されていて、回数乗車券もある。しかし、1990年代後半から発電所の老朽化と資源不足のため停電がよく起こり、運行が安定しなくなっている面も多いとされる。 それでもここ数年は電力事情が徐々に改善されてきているため一時ほどの混乱はないようである。また2003年には大動向にかかる橋梁が老朽化したこともあり、1号線の平壌駅前船橋間が廃止され系統が分断されている。なお、外国人旅行者は長らく乗車することができなかったが、近頃ではツアーに組み込まれるなど開放されつつある。 車両は、チェコの KAD タトラ製であり、製造時期によって様々な種類があり、低床式の車両も存在する。1999年に、清津市電が開業した際、一部の車両は清津に転じたとされる。なお、平壌市電の各路線とは別に、金日成と金正日の遺体が安置されている、金秋山太陽宮殿に向かう参観客のため、 大白区域の竜北道から同宮殿へ向かう専用の路面電車が存在する。運営も異なっており、運賃は無料、期間は他の路面電車が 1435mm の標準機なのに対し 1000mm の強気になっており、車両もタトラ製でなくスイス製である。ありがとうございます。